野党、震災復興を批判し大炎上、安倍首相の施政方針演説で、本日安倍首相が施政方針演説の中で、東日本大震災からの復興について説明をいたしました。津波で大きな被害を受けた宮城県を訪れる外国人観光客は、震災前の2倍を超えました。岩手県では3倍となっています。昨年9月に陸前高田市で開業したばかりの道の駅では、わずか1ヶ月で10万人の観光客が訪れ、賑わいを見せています。来年度で復興創生期間は終了いたしますが、次のステージに向け、復興庁を司令塔に、政治の責任とリーダーシップの下で、福島の本格的な復興再生、東北復興の総仕上げに、全力で取り組んでまいります。9年前、ファーディさんはラグビーチームの一員として釜石で、このようになっておりまして、こちら安倍首相が震災復興について説明を行っていたところ、野党がヤジを飛ばし、他の議員から誰が言ったんだと批判が出ておりましたが、こういったおかしな野党の皆様は、もう本当にですね、もう何でもかんでも批判することしかできない、そういった存在であることが、安倍首相の施政方針演説の中でも明らかになってしまいましたので、皆様、こういったおかしな野党には、選挙で絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。